はい、銀さんに何でも聞いてみよう、イエーイ。というわけで自己紹介どうぞ。はい、東灘区の松本のり子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで松本さんの推し活、はい、松本さんこの前推しのコンサートにね、横浜まで行ってましたけども、はい、推しはどんな方ですか？はい、韓国の俳優さんでイ・ジュンギさんという方で、今42歳。やっぱ42歳なんだもん、はい、いやもうアクションバッチリ、うん、で俳優の、ま、もバッチリで、うん、すごいです一言すごいです、完璧だって言ってましたよね。そうそうそう、うん、もうすごいです。はい、イ・ジュンギさんとコンサートに行ってきたということで、どうでした？行ってみて。もうね、 98% ぐらいが女性ばっかりで、おそれは5000人以上いましたから、おすごい熱気でしたよ。お、うん、で私ただいま67歳ですが、あそうか、うんうん、私がそんなに年いってませんでした。もっと年いってる方もいらっしゃった。そうなんだ、うん、だから年齢層の幅がすごく広いんですね。じゃあそういう子、お姉様から、うん、若い人もいるんですか？はい、もちろん、はい、だから幅広いなと思ったんで。どこでしたんだっけ、横浜の？横浜のパシフィコ横浜ってなんか国立ホールです。お5000人収容で、5000人も、うん、で目の前が海があって、山下ふ頭のところですね、うん、素敵なところです。そこで伊集院さん歌歌ったり、12曲。あ、12曲も歌ってくれた、はい、歌も歌えるってすごいですね。歌も歌える、ダンスもできる、トークもバッチリ。トークもいけてるんだ、はい、2時間半2時間半、うん、うん、もう夢心地で、夢心地いやもう夢芝居ですね素晴らしい、はい、そんな伊集院さんを松本さんがあまりなんかあれですね、写真集いっぱい買ったのに、なんかファンミーティングみたいなやつ落ちたんですよね。あとサイン会に落ちたんです。サイン会に落ちて、はい、でもコンサートはねチケットが取れたということで、はい、前から27番目27番目、それがいいか悪いか分かんないけど27列目で、はい、そうなんですよ。でその松本さんに無法弁護士を見てくださいっていうね、はい、ネットフリとかで見れるんですけど、はい、無法弁護士っていうイ・ジュンギさん主演の、ドラマがあるんですけども、10回見たんでしたっけ？そうです、これは2018年に撮られたドラマで、日本でももうやりました、はい、でこれまでのイ・ジュンギさんは時代劇が多かったんですが、初めて、まあ、弁護士役、うん、でアクションをかなりやるので、うん、体脂肪を減らさないといけないから、うん、頑張ってドラマ、はい、うん、やるまでの間にね、そういう体力もつけてとか、 なんか筋肉をつけたらしいんですが、うん、まあ、ここでね私が一番いいなと思ったのは、うん、韓国の脚本家ってすごくこう納得するような言葉が、うんうん、自然にこう俳優の言葉を使って出してるんですけども、うん、まあ、悪をね、もう本当絶対権力を潰すというところで、まあ、本来だったらできないけれども、その頑丈なね岩の中のほころびから中に入って、でその中でも中からこう潰していくというね、そういう、そ、うん、なんだっけ、孫悟空みたいなですね三国志だが、孫悟空、うん、その言葉がね、私はなんかすごく共感を得まして、ああ私も本当に今の国の政治ってひどいじゃないですか、うん、でもう真正面からねぶち当たっても絶対にその、うんうんうん、真実がね通らないいうことが多々ある中で、いろんな工夫をしてね、うん、いろんな方と手をつなぎ工夫をして、そのほころびを利用してこう潰していくっていうのが、政治家としてもこういうふうにも学ばなければいけないのかなっていうのを感じました。議員としての学びもあったと、はい、へえ、そうですね、まあ、小さな亀裂からこう工夫してこう大きな敵をやっつけるみたいな、まあ本当あれはイ・ジュンギさんを見るドラマというか、もうかっこいいですよね。そうです、そうです、うん、あとまあまあなんていうんですかね、ラブコメもあるじゃないですか。あ、まあ、少々ね、少々なんかで、そのまあ愛役の女性が同じ、まあ、弁護士だけど、うん、すごいいいですよね、うん、さっぱりしててね、そうさっぱりしてて、うん、こうなんか悪徳な裁判官をぶん殴るみたいな、なんかすっごいこうなんですかね、ガラッパチというか、うん、強いんですよね、うん、そう、
なかなかバシバシものを言うし、うん、ね、もう本当にすごいですね、うん、韓国の人ってみんなあんな感じなのかな、よくわかんないけれども強い、でも、うん、さっぱりしてる、ね、さっぱりしてるんですよね、うんうん、そうなんですよ、なんかこうね、日本のこう半沢直樹のみたいな、なんか直樹のこと応援してるからみたいなじゃなく、やっぱりこう同じ対等に立って戦うみたいな、あれが良かったです。あとなんか浜辺でなんかおんぶしたりとか、めっちゃ青春やんかみたいな青春なシーンもありましたね。うん、それはあの設定は弁護士イジュンギさん、スンスドポンサンピルっていうのが28歳、うん、でハジェイっていう女性のね、今言ってるサンパリ弁護士が26歳だから、うんうんうん、まああれなんでしょうね、まあ、海でおんぶしますよね、はいはい、うん、まあ、10回見てるだけあってサルスラスラ出てきますね。はい、というわけで無本弁護士は本当すっきりしますね、うん、すっきりします、うん、すっきりするので、よかったら皆さんネットフリックスなどで見ていただけたらと思います、はい、やっぱりね、議員さんもちゃんと推し活とかこう趣味を楽しんでもらう方がいいですよ、絶対ね、そうです、なんかマッチョにこう維新の馬場さんみたいにさ365日24時間選挙のことを考えてるとか、もうそんな人に議員なんかしてほしくないですよね、うん、だって有権者の方とお話できませんもん、そんな、うん、ね、自分がそれだけだったら、そう、選挙のことばっかり考えてる人なんてこう生活のことなんてわからないじゃないですか、だから普段大変だけど、うん、そうやって推しのコンサートを楽しみに頑張るみたいな、そういうのがね、生活者のね、うん、はい、感覚なんで、はい、これからも推し活頑張ってください、はい、はい、元気な返事、はい、でですね、あとは、まあ、先日なんですが、私元町映画館というところで、うん、アフターミートゥーという、はい、韓国の、ドキュメンタリー映画のアフタートークというのに出演したんですけれども、そこに松本さんと、あと木田優衣さん、東灘区の木田優衣さんも来てくれて、一緒に見て感想もこうね話してくれたりしてたんですが、一番良かった4つのオグニバスでしたが、どれが一番良かったですか、はい、やはり一番最初にやったの高校生、うん、女子高校生、そうですね、女子校の階段ってやつですね、はい、うんうん、これ本当にやったのって信じられなかったですね、うん、日本ではなかなかやっぱし自分が教師から性被害を受けたらそんなに戦わないですよね、うん、親に言って親が学校の校長に言うなり、まあ、せいぜい教育委員会に言っていくぐらいで、うんうん、それをみんなのものにして戦っていくっていうのは、うんうん、高校生がすごいなと思いました、ね、そうなんですよ、これはですね、ヨンファ女子校という女子校の実話が元になってるんですけれども、まあ、韓国ではですね、2018年にスクールミートゥー学内性暴力の告発というのをこうもう吹き荒れまして、でこの1年間に告発された学内性暴力がなんと100校を超えるということで、このヨンファ女子校でも私がすごい胸熱だなと思ったのが、うん、卒業生がこう連帯を示すために車で乗り込んできて、うん、こう With you って窓にこう書いていると、でそれでその生徒たちもその、ね、ポストイットをこう窓に貼ってっていう、このなんか連帯、やっぱあそこがすごい胸熱だなと思いました ね、うん、日本でね、その Me too はあってもね、 With you はなかなかないですよね、その、うん、高校でやろうとした場合にね、 With you っていうのはなかなか、その仕事してたりとかいろいろあると、そうやってこうアクションをするっていうのはすごくやっぱり勇気がいるし、でもそれはまあ個人の問題じゃなくてやっぱ社会の問題ですよね、その声を上げる人を叩くっていうような、まあもちろん韓国でもね叩かれるんですけれども、やっぱりその2018年で言うと、こう韓国のミートゥー運動の中で最も多くの人々が参加したのがこのスクールミートゥーらしくてですね、でやっぱりその日本でも教師による性暴力、まあ、その指導者による性暴力っていうのは問題になってますけれども、韓国でも同様にやはりその入試中心の教育なので、やっぱり教師と生徒の間に圧倒的な権力差があるっていうのがあって、そのこう単位とかこう点数を引かれると受験もできないとか、うん、そういうのがあるから、やっぱ圧倒的に教師の立場が強いという中で、その、まあ、性暴力が隠蔽されてきたと、でそれに対してその韓国では44世代というらしいんですけども、若い女性たちがこう自ら声を上げて告発し始めたと、でこれによって、まあ、そのこのヨンファ女子校の加害教師は実刑になるんですけれども、実際にもう裁判で
実刑判決が下るんですけれども、まあ、それだけじゃなくてですね、性暴力を隠蔽してきた教育現場の実態を明らかにするため、全国の学校を対象とした、定期的な、学内性暴力の調査と継続なモニタリングというのを、求め、かつ政府に対してその学校現場におけるそういった性文化の把握とか、そういう学内の性平等政策を要求するとか、うん、まあ、そういった活動によってですね、このスクールミートゥーは国内だけではなく国連から支持を得る運動へと広がる。そうなんです。だからすごくやっぱり広がりがあったんですよね、うんうん、日本ではなかなかそこまでこう求めてませんものね。ただ、うん、教師が、そうですね、私の住んでる近くの小学校でも、うん、プール授業の時の防犯カメラじゃない、あ、違う、防犯カメラじゃなくて教師のカメラを取り付けてて、うん、盗撮ってこと？あ、そうそうそう、おー、え、教師が盗撮してたってこと？うん、そう、はあ、それ、え、小学校で？小学校で。いや、もう、え、そいつは本当だか、今何ですか、地獄に落ちてるんですか？はい、あの懲戒免職になってた、うん、甘いですよね、懲戒免職でも、うん、なんかそういうのって結構あるんですよね、教師の。いや、あります、あります、うん、やっぱり性暴力っていうのはすごく多いですけど、やっぱり案数が多いですよね、うん、その告発しても握りつぶされるみたいなのが多いですもんね。そうですね、うん、懲戒免職する公務員でも教師は圧倒的に多いですよ、他の行財政局とかに比べると、うんうん、一般職に比べると。そうなんですよ、うん、この前も斉藤明義先生っていう男が痴漢になる理由の、著者で、性暴力加害者のその更生プログラムに長年携わっている方が、国会の委員会でこう質問に立ってたんですけど、やっぱりね、小児性愛での犯罪者のなんか3割とかがもう教育関係の仕事についてる。だからもう狙ってやってるんですよね、うん、その子供とこう関わる仕事に狙ってついてるっていうのが、だから もっとやっぱりあれですよね、可視化されないとダメですよね。そうですね、だから犯人を見つけたらそこで処分するだけじゃなくって、うんうん、何か先ほど言ったね、韓国のような高校のようにこう、うんうん、もっとプッシュしていかないといけませんよね、国に対して何、うんうん、そうですね、ちゃんと調査をするとか、そういうちゃんと窓口も設置するとか、うん、そうですよね。だからそのこう査定というか評価もこう教師に委ねられすぎるとまずいですよね。その入試の点数だったら本人の実力一発だけど、結局内申点っていうのがあるから、内申点を悪くつけられるとその入試でこう不利になるとかも、その仕組みを変えないと、やっぱり圧倒的に教師が有利になってしまいますよね。あと、まあね、性教育ですよね。そのこういうことを、これは性被害なんだからちゃんと訴えるっていうことを言わないと、やっぱり特に幼い子供であればあるほど分かんないですからね、うん、被害を被害だと認識できないっていう。そうですね、この前東灘区ジェンダーしゃべり場に10代の学生さんが、女の子が来てくれて、小3の時、小学校のプールにおっさんが10人ぐらい集まって覗きをしていたと。で、先生が通報したそうなんだけど、クソ気持ち悪かったですって書いてて、クソ気持ち悪いし、でもそんなに珍しいことじゃないと思ったんですよ。なんか松本さんは言ってましたよね、なんかなんだっけ、中学か高校の歩道橋の下になんか覗くじじいどもがたむろしてるみたいななんかスカートの中をこう覗くためになんか歩道橋の下に、はいはい、みたいな話してませんでしたっけ、ね、うん、あれ他の人だったと思うけど、そんな聞いたことありますよね、うんうんうん、やっぱりそうやって子供を性的対象に見るとか、うんうん、でそういうのがなんかこうあまりにも甘いですよね、社会が。そうですね、多分これも社会の問題だと思うんですよ。なんかスウェーデンに住んでる友達とかよく言うんだけど、うん、例えば中高生のアイドルの水着グラビアなんかありえないよって、あ、めちゃめちゃ厳しいって、やっぱりその子供に対する性搾取に対しては。でも日本ってもそこら中にその、まあ、実在するその何ですか、中高生アイドルとかもありますし、うんうん、まあ、そういうこういわゆる漫画作品とかでも、うんうん、まあ甘いですよね。そうですね、そういうこう子供を性的に見るっていう、うんうん、まあ、もちろん女の子だけじゃなく、そのジャニーの性暴力もね、今
ようやく今までこうずっと、まあ、黙殺されてきたものが、うん、ようやくこう話題というか問題視されてきたという状況ですけれども、でそうなんです。でその時にそのアフターミートゥーの時に、お客さんで韓国人の、ね、留学生の女の子が来てくれてて、で皆さんにこう感想を聞いていったら、うん、いや彼女のコメントはすごいなんていうか面白かったというか、そうですね、うん、どれが一番あれですか、印象的でしたか、彼女のコメントで、なんか優し日本の女の子優しすぎるとか、そうそうそう、それとなんかあれなんだった、やめてやめてっていうのが、そうそうそう、それは OK よっていうようなエッチな意味だみたいな、うん、そうなんですよね。やっぱりその日本ってこう日本なんだっけな、世界のポルノの約6割が日本で作られているという、もう生産業先進国と呼ばれているやばいんですけど、だから本当に日本の AV が有名すぎて、うんうん、その韓国人の留学生の女の子が言ってたのは、日本語を勉強してるって言ったら韓国では男の子たちになんかやめてとか気持ちいいとかやってからかわれると、それぐらいね、うん、影響があると、ね、本当に恥ずかしいですよね、うん、そうですよね。やっぱ危険ですよ、そのやめてが拒絶の意味じゃなくエッチな意味だって誤解されたら、ね、本当に性暴力の危険がありますよ ね、 うん、でもこれはなんか私の別の友達も中国人のママ友に、え、日本の女性は義理の父親とセックスしないといけないのって聞かれたらしいんですよその義父ものの AV とかめちゃめちゃあるんですよ、やっぱ AV 見る人がジジイが多いから、ね、うん、キモすぎますよね、そう、恥ずかしいね。だいぶもうこの AV の悪影響っていうのはね、もう世界に広がってますね、うんうん、なんかあとツイッターでもコメントもらったんだけど、カナダに留学してた時になんか日本の女の人って半分ぐらいはポルノに出てるのとか言われたとかだからもう本当に日本の AV があまりにもこう輸出されてしまっているという、これはなんとかならないんですかね。ねえ、まあ、うん、AV 新法とかもありましたけども、やっぱりネットでこう拡散されちゃってるやつってやっぱ止められないじゃないですか、やっぱ海賊版のサイトとかもいっぱいあるしね。じゃあ他の国でなんでこんなに AV を作らないんですかね。うん、やっぱりなんか作っちゃダメっていう、そういう法律がある国もあるし、うん、まあ、そうなると結局、まあね、その ブラック市場みたいなものがあったりはするんですけど、やっぱり日本があまりにも作りすぎたんじゃないですか。そう、あとまあなんかオーストラリア人のお友達とかに聞いたら、やっぱりそういうアダルトビデオはあるんだけれども、うん、ポルノ、うん、ちゃんと表現規制みたいなものでこう女性が嫌がってるみたいな、要するにそのレイプみたいなものはダメっていう、うん、その性暴力をそのアダルトな作品として描いてはダメみたいな。で日本って逆じゃないですか、なんかもうそのそれこそやめてとか、うん、そういうこう嫌がっているのをみたいな、その性暴力をポルノとして描くっていう作品がちょっとあまりにも ね、 多すぎたっていう、まあ、そういう問題とかも感じたりとか、うん、あとその彼女が言っていた、やっぱり日本の女性は優しいと、うん、だから韓国では日本人の女性は優しいから韓国の男が好きだと思われていると、いや好きなのは BTS だってお前ではないみたいな感じじゃないですか好きなのはイジュンギさんですよっていう、そうです、そうです、そうそう確かによく言われますよね、うん、私も中国の留学生の方とお話ししてたら、うん、世界中の男性は日本の女性と結婚したがってるって言われて、え、どうしてって聞いたら、優しいからって、男性に尽くすからって、もう従順な奴隷だと思われてるってことですね、うん、そんな風に世界中から日本の女性が見られてるんですよね。そうなんですよ、本当に私もこう欧米に住んでる友人からも聞いたんですけど、うんうん、その日本人を専門に狙うような人もいると。だやっぱりこう立場の差から圧倒的にその、まあ、支配ができるみたいな、なんかそういう目で、あとはまあそのポルノの影響で、まあ、そのエロいとか、うんうん、そういうのもあるし、だからそうですよね、結局舐められてるってことですからね。やっぱドイツに住んでた女友達も言ってたけど、ドイツの女の人がむちゃくちゃ怖いからむちゃくちゃ怒るから、うん、やっぱり男性もこう舐めないし、でその舐めた行動する人はもう社会からもすごくこうなんていうか、何こいつみたいな目に見られると、だから女性差別みたいなことをする人はやっぱそこの違い大きいですよね。そうですよね、うん、対等に皆さん喋りますもんね、うん、日本の女性ってなかなかまだまだ対等には喋る方もいっぱい出てきてるけれども、まだちょっとこんなこと男性に言ったら悪いかなとかいうふうにちょっとこう、うん、
忖度、うんうん、躊躇しちゃうのよね、わきまえるってやつですね。そうですね、うん、そうなんですよ。あのなんかこうデータでも日本の女性は声が高い、相槌が多いっていうのがあって、まあ、あのいわゆる女子アナ仕草みたいな、そうなんですかみたいなやつが染みついちゃってるのかなっていう。まあでもね、そんな人のこと言えないとか、やっぱり私もね、あの大学生の時とかモテたかったんで、なんかそういう女子アナ仕草みたいなのもやったなっていう、もう遠い日の花火ですけど、なんかそれも女性個人の責任というより、やっぱそういうその自分に求められる役割っていうのを演じないと、この社会でサバイブできないみたいな。ありました、そんな若かりし頃。若かりし頃、うん、あんまり、あのね、そのだからあんまり意識していなかった。意識してなかったですね、うんうん、周りに男性もいなかったし、周りに男性もいなかったし、はい、あんまり興味もなかったし、うん、みたいな。短大だったから。あ、そっかそっか、はい、女子大だったから。女子校短大だったから。そうですよね、はい、松本さんはだってあの短大を卒業して働いた会社でもこう一人でむっちゃ戦ってたわけですもんね。だからその時やめませんみたいな、うん、男性いうのは会社の中で分かったいうぐらいだから、うんうん、あんまり男性に対してああだこうだいうのがなかったんですよね、きっと。お、頭の中にこうなんか男性に受けるような仕草をしなければみたいな、なかったと、うんうんうん、だからだって女子高短大と女性の中でずっと来てましたからね。うん、いやでも私も高校まで女子校でしたけど、すごいやっぱショックを受けましたよ、やっぱ大学生の時に。なんかこう女子校では自分の意見をはっきり言おうって教育を受けて、でもいざ大学、共学の大学に行くと、なんかこう意見をはっきり言ったら生意気だとか出しゃばるなみたいな。私の頃もまだまだそんな感じだったのでショックだった。そうでしょうね。うん、かつやっぱりすっごい見た目でなんかディスられるし、なんですかね、なんかブスとか言われて、女同士でそんな見た目のこと気なしたりしないじゃないですか、だから本当になんか衝撃で、やっぱりなんか人間扱いされたいみたいな。ああなるほどね、国立大学でもそんなんだったんですか。でも全然あの、まあ、特に私のいた学部とか当時はまだ男子が9割近くだったから、やっぱ圧倒的に少なかったですから ね、 うん、そうなんです。なのでもうこの世界は地獄だっていう風になったんですけれども、まあやっぱりその話戻って、そのアフターミーティングの時のその韓国人の女の子が言ってた、やっぱりその韓国もすごく女叩きとかフェミ叩きが激化しているけれども、でも韓国人の女の子はしっかりと怒ると。そうやね、ね、あれはやっぱり羨ましいと思いましたね、うん、もう自分の意見はっきりおっしゃいますしね、喜怒哀楽が激しいですよね、うんうんうん、ちゃんと怒るべき時に怒るっていうのが、うん、楽しい時踊るし、そうそうそう、で葬式ではむちゃくちゃ泣くしそう、やっぱそれは、うん、あの韓国ドラマを見てても、うん、むっちゃ怒りますよね、うん、怒ってるし踊ってるし、うん、泣いてるし泣いてるし、日本の場合は、まあ、能面みたいな感じですもんね、まあ、地蔵みたいな感じですよね、そうなんですよ、うん、だからやっぱり私たちもあの怒っていこうっていう、うんうん、あの去年とかはね、うん、私たちは寛容すぎるかなっていう、うんうん、あのハッシュタグがツイッターで広がったりとか、やっぱりちょっと優しすぎるわっていうので怒っていこうっていうのはね、ようやく流れができてきてますから、うんうん、そうですよね、うん、怒っていきましょう。そうしましょう。はい、そうなんですよ。最近は若い世代で特にフェミニスト、私はフェミニストですって名乗る人が増えてきたなっていうのを実感していて、もうどうせ叩かれるんだったらフェミニストって名乗ってやるみたいな気概のある女性も増えてきたなと思いますし、なんかこう私はフェミニストじゃないけど性差別に反対ですとかっていうのがもうダサいみたいな、もうそんな言い訳するのダサいよねみたいなのが若い女の子たちから聞いてると感じるので、変化だなと思います。そうですね、うん、やっぱりこの間の MeToo 運動とかのそんな状況の中で変わってきたんですかね、うん、そうですね、やっぱりそういう MeToo 2017年以降 MeToo ですごく大きな変化もありますし、まあ、伊藤詩織さんとか小野梨奈さんとかの告発っていうのもありましたし、そうだな、あとあのよく上野千鶴子さんとかもおっしゃってるんですけど、うん、まあ、今の20歳とかだと、まあ言ったら親も私ぐらいの世代でそんななんかこう3歩下がってみたいな親じゃないんですよね、うん、で親も共稼ぎ、フルタイムで共稼ぎって親も多いから、うん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 、
で、なんか当然だと、男女平等なのは当然だっていう、うん、で教育においては日本は基本的にはジェンダー平等が、まあ、今落ちちゃったけど1位でしたから、その東大とかまであるとね、やっぱり女子が少ないとかあるんですけど、その女の子だから学校に行けないとかはあまりなくて、でやっぱ少子化だから女性でも、まあ、割と大事に育てられてきたわけですよ、うんうんうん、昔みたいに兄弟が多いとやっぱ男の子はすごい優先されるんだけど、女の子だけっていうパターンも多いので、そうするとあんまり女性差別を感じずにこう生きてきたので、えこんなん間違ってるっていうのをストレートに言うみたいな、うんうん、でも多分松本さんの世代とかの女性の多くはこういうものだっていう諦めがあったんじゃないですかね。そうですね、うんうん、男性を立てるとか、なん、うん、親からも、うん、なんとなくこう言われてきてるし、うんうん、だって学校、小学校、中学校でもまず出席取る時は男の子から呼ばれてたからね、うん、で宮長は男の子みたいなね、そう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 、うんうん、そういう中で、うん、まああの私もね、お前が結婚する時は拾ってもらえたと、拾ってもらったと思えて何ちゅう親だと思うけど、もうロボの意思じゃないですか父親から父親からずっと言われ続けてきてて、ああ私ってそんなんなんかなと自信がなかった。そうですよね、拾ってもらえたって本当なんかそんな石ころ扱いされたらね、そうですよ、それはずっとなんていうか自信とか、 なんか尊厳とか奪われ続けますよね。そう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 、うん、本当そうですよね、うん、でも松本さんはあの自分に邪魔にならない夫さんを選んだんですよねそうなんです、うん、結婚するときはね、うんうん、やはり私自身の生活こんな風にして人生を歩みたいっていうのがまずあったので、で働き続けたいですね、はい、そうです、うん、それをそれをだから仕事家庭に入れとかね、そんな人じゃないね、うんうん、あこの人だったら私の生き方を尊重してくれる人だというのが一番、おお素晴らしいですよ。2番が愛、3番が愛一応2番か3番に愛はあると、とりあえず、うん、とりあえずいやでもその自分の人生を邪魔しない人っていうのはね、うん、すごく大事な基準ですよね。アルテーシアさんもそうじゃないんですか。うん、一切干渉とか束縛とかをされないからもう自由に何でもできるっていう、うん、そうですよ。そもそもその束縛とかその邪魔をする方がおかしいじゃないですか、ね、人の人生なのにそう邪魔すんなっていう話ですよね、うんうん、まあ何なら応援してほしいぐらいですからね。そう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 、うんうんうん、ね、うん、そうですよね、うんうん、だからうちの夫とかはむしろこうまあ、例えば今こうやって共産党とあの議員さんとかとあのやってたらなんかあの嫌がらせとかされるじゃないですか、うん、じゃあそのために家の防衛力を高めようみたいな素晴らしい、そうそう、そういう意味ではあの例えばこう何ボディーガードでちょっとついてきてって言ったら全然ホイホイ、うんうん、そうあのボディーガードとか好きなんですよ、あの24とか大好きだから素晴らしい、ジャック・バウアーみたいなね、ああいうのがね好きなんで、まあそういう感じなので、まあでも少数派ですよ。あの、ね、私は夫ガチャがたまたまラッキーだっただけで、ほな、ね、なんかこう、例えば、じゃあ家のことはどうするんだとか、俺のご飯はみたいなやつもいますからね。そう、お前のご飯はお前が作れなんですけど、そうですね。でも松本さんの時代だともっと、そんな邪魔されるんじゃないですか？夫とか。夫とか、そうですね。うん、まず、結婚して、まあ、働いてはっても子供ができたらほとんどの人がもうお家お仕事辞めてましたよね、うん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 、それは自分もそのように思われてたんでしょうね。で、うんうん、私は働いて保育所入れましたから、うん、そしたらご近所さんからそんなんね、夫さんはちゃんとお給料買ってもらってきて生活できんのになんで働いて子供をね保育所に入れるのってかわいそうにみたいな、そうそうそう、うんうん、もうそうやって近所の方から女性から言われましたからね。はあ、ちょっともうそんなご近所さんね、もうこう引っ越しって言ってこう追っ払いたいですよね、引っ越しおばさんになって、うん、そういう状況で保育所に子供を入れるのは教師か公務員か看護師か、うんうん、っていうようなね、うん、そうですね、民間企業に働いてたら辞めて家庭だっていうふうな感じでしたね、うんうん、でまあ言ったその3つというか資格職じゃないと女性が働き続けるのがもうすごい無理でしたよね、うんうん、松本さんもねその追い出されたわけだし、そっか、じゃああの私議員になるわっていう時も夫さんは別にあの邪魔もしなかったんですか。うん、あのね、うん、
その時にあのうち子供がちょっとこう大きな病気したあそうだそうだしてたんですけども、私がそこでこう躊躇してたんですね、うんうん、子供の病気が再発したらどうしようとか、うんうん、いろいろ躊躇してた時にあなたの人生ね、もう41歳ぐらいだったから当時はね、うんうん、もうねあなたの人生はまだ先があるんだから、その先の人生をね、自分のためにね使ったらって、子供の病気のことはね一緒にね僕ももう協力して乗り越えていこうって。めっちゃいい夫じゃないですか。でも夫さんもあんま早く亡くなっちゃったんですよね。そうそうそう、ね、うん、なんかそんないい人が早く亡くなるなんてちょっと理不尽にも程がありますね。うん、そうですね、まあ62歳ぐらいで亡くなったかな。お、うんうんうん、その時松本さん何歳ぐらいだったんですか。9つ違ってたから。おお、じゃあ53とか、うん、そうですね、はい、なんか苦労されましたね、うん、そっからずっと一人です。知ってます、知ってます。もう本当なんか拝みます。いやもう本当にこんな苦労して自由に、はい、自由に、はい、そうですね、何の話だったっけ。そうそう、まあ自分の人生を邪魔しない夫を選ぶのがいいと思うよという、はいはい、話なんですけれども、そうですね、というわけで取り留めもなく松本さんの推し活から話しましたが、次回はですねちょっとこの前アイスランドの研究者の塩田君から話聞いた話とかもしたいと思いますので、また聞いていただけますと嬉しいです。はい、では、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。